そうですね。ドミノスデに本に来てない人ってボビー・ホイットルックとジム・ゴードンだけ？ジム・ゴードン来てないのか。ジム・ゴードン来てない。まあ、トラビックも来日してないもんね。喧嘩別れしてすぐトラビック入ったもんね。あ、後なの？後でしょ。ウェイカントゥーダキャンティーみたいなドミノスの後。そうなんだ。ウェイカントゥーダキャンティーか、ちょっと間違ってるんですね。また指摘されちゃうけど。ジャクソン・ブラウンのバンドにも一時いたよね。うん、ジム・ゴードンってセッションミュージシャン。だってマリアン・マルガーのバック。レッキング・クルーの最後の。あ、そう、レッキング・クルー、そうだ、レッキング・クルー。だから、ジャクソン・ブラウンのその、ランニング・オー・エンプティっていうのツアーにも、参加してるんですよ。あ、そうなんだ。映像ありますよ。あと、結構いろいろ、入ってるんだけど、まあ、でも割とすぐ病院入っちゃったっていうか、病院すぐね刑務所、捕まっちゃったからね。お母さん斧持ってってお母さんとか言っちゃってで、あれでしょ、今刑務所でバンド組んで、今一番楽しいって言ってたらしい。幸せなんだよね。すごいね、何十年いるんだね。ねえ、もう出れないでしょ。なんかでもグラミー賞をクラプトンが取ったのをなんか刑務所で見てて悔しがってたとか言って。悔しがってんだ。刑務所で印税もらってもね。でも、 もうさ、クラプトン余裕あるんだから、ちょっとさ、絶対訪れないと思うけどさ、刑務所行ってあげてさ。結構さ、クラプトンってなんかすごい薄情なところありそう。かたくなで薄情でね、そう、感じもするね。だってさ、ああいう人ってさ、バンドメンバーを刷新するときってさ、やっぱりさ、非情なとこないと切れないじゃん、メンバーを。カール切ったときはびっくりしたよね。うん。カール・レイドル。そうそう。結構、カール・レイドルは切られたことが原因で、ちょっと、調子悪くなったみたいな。そうなの？説もあるよね。うん、結構ほら、イングリッシュバンドの時も。そうそうそう。マイアミ行って、で、全員組で。あ、あの人たちね。うん。そうそうそう。で、誰だっけ、誰か一人。あれ、それでカール・レイドルだっけ、ヘンリー・スペネッティとかが、もうみんな帰っていいよみたいな感じで言われて、でもなんか前に何かで見たけど、クラプトンって意外と、いろんな人に頼まれたりすると何でもいいよいいよってエゴで引き受けたり、なんか断ったりとか嫌なこと言わないで全部マネージャーにその後言わせる。マネージャーが後から全部引き受けちゃったやつをすいません引き受けたんですけど、ロジャー・フォレスター。そうそう、だから多分首切る時も自分じゃ言わなかったかもしれないなと。そういうなんかバサッてできない、言えない性格なのかなと思ったことがありますね。アメリカバンドにした時だっけ、だからドナルド・ダック・ダンとかさ、うんうん、あのバンド作った時は自分じゃなくてレコード会社が用意したのかな。どうだったっけな、忘れちゃった。どうだったっけな、そんなこともあった。バンドメンバーはどんな人たちか。ドナルド・ダック・ダント。ダック・ダント誰だっけ。あれもリトル・フィートのドラマン。リッチ・ヘイガー。リッチ・ヘイガー。え、それってそんな昔にリッチ・ヘイガーがいたの。俺93年は覚えてんだけど、85年の代々木の時ってリッチ・ヘイガー。そうなんだ。違った。ちょっとまた嘘言うと、あれジミー・オルディガでもないよね。ジミー・オルディガ、ジミー・オルディガ復活してはあの21ナイツでさっき見た叩いてたけど、誰ジミー21ナイツ、あのなんだっけ、ブルースの時じゃなくて、あ、ブルースの時かまたはあのナインピースの時のどっちかは。スティーブ・フェローじゃないの。スティーブ・フェロンが4ピースで、あれだ、ブルースの時がジミー・オルディガ。ああ、そうなんだ。で、ナインピースがまた、ナインピース、あれが、オーケストラがスティーブ・フェロン。へぇ、そう。ベーシストなんだよね、ほんと。え？ジミー・オルディガってあれですよね、ベーシストですよね。え、そうなんですか？あれ？
なんかね、知らないよ。ちょっと、映ってるよ。ベースでジャズやってるっていうのを間違ったかな。確かそうだった気がする。本当？トラクターズにもいたかな。トラクターズ？なんかね、南部でトラクターズっていうバンドがあったんですよ。そこにジェミオルディがいたような気がするんだけど。そのまんまな名前だね。トラクターズ。一枚だけ持ってるけどね。ちょっと話がね、ちょっとジェミオルディ側がベースやったかどうかだけはね、ちょっとね、間違ってるかな。さあ、そうでいく、カズさんみたいにちょっと来てもらわないと。あ、そうね。で、アメリカンバンドのメンバーは誰なのよ。あ、そうね、そこは、うん、あれだよね。アメリカ、あ、だからあれでしょ、あの、マニアンドシグレッツ、あ、違うか。クロスカットショーとかやってる時、うん、あのアルバムだよね。マニアンドシグレッツじゃねえか。アナザーチケット。アナザーチケットはイギリスバンドでしょ。だってあれはイギリスの香りポンポンだ。で、あれもあのね、ライコーダーも入ってなかった一曲ぐらい。俺なんか適当な、もうみんなから怒られるような情報ね。そう。リキさん壊れる。コメント欄だーみたいな。だーみたいなさ。ふざけんじゃねえよみたいな。いや、ライコーダー一曲ぐらい入ってない気がするんだよ。すげえさ。ダックダニー。でもさ、あの、変なさ、髪の毛の短い、あれだよね、お兄ちゃん。ティム・レインウィックか。うん。ああ、ギターはティム・レインウィック。そう。ティム・レインウィックはね、うん、素晴らしいギタリストなんですよ。うん、私、アル・スチュアートのアルバムで、大好きになった。すごいね。あの、イヤー・オブ・ザ・キャット、を出す前のアル・スチュアートの何枚かティム・レンウィックがすごいいいギター弾いてるんですよ。アルバム名知ってること前提で言われてるんですけどちょっとアルバム名はやっぱね、あのアル・スチュアートの大ヒットした、あ、そうなの、うん、あの聞けば絶対わかるんですけど、うん、ちょっとアル・スチュアートは勉強するんです。うちにありますから後で聞いてみてください、うん。だティム・レインウィックが、だから85年の時のあのなんだっけ、あれシズ・ウェイティングは違うか。シズ・ウェイティングはあれだね。ビハインド・ザ・ビハインド・サンだね。あの風船が飛ぶさ、レーザーディスクだったじゃん。あの画像がさ、なんかレーザーディスクで出回ってたんだよ。オフィシャル？オフィシャル。あれがね、確かね、1985年のライブ。違うか。まあ、ビハインド・ザ・サン・ライブだと思います。で、あの、シーズ・ウェイティングをやってる場面が、うん、記憶に残ってます。オフィシャルでやってるんだ、シーズ・ウェイティング。すいません。ですね、今ちょっとね、85年7月のライブみたいなのに、ラインナップは、はい。エリック・クラプトン、ティム・レンウィック、ティム・レンウィック、クリス・スタイントン、ドナルド・ダック・ダン、ジェイミー・オーディ、マーシー・レビー、ショーン・マーフィー。ジェミオルディがやったぜ。リッチ・ヘアードっていつだっけ。リッチ・ヘアードはだから93年だよ。からなんだっけ。いや、からじゃなくて93年だけなの。だけだっけ、うん、だってまさかリトルフィート使うみたいな、なんでもあれしちゃうじゃんみたいなさ。まあ、あの人あの人でね、なかなか重たいドラムでよかったんですよ。いいですよ、すごい。93年楽しかったよね。うん、前半ブルースで後半ヒット曲。あ、そうそうそう。だけです。です、うん、ちょうどあの、24ナイツが、のとか、アンプラグドのブームの直後ぐらい。日本公演で初めて Tears in Heaven やった年ですね。だから、クラプトンってギターうまいのねの時で。そうそうそう。うん、あれが93年で確か。あれだから白いギター初めて出した時だね。黒と白と両方使ったでしょ。違ったっけ。そう。そう。で、黒いギターの時はなんか白い上下の服じゃなかった。白っぽかったな。黒い時は黒の上下のスーツで白い T シャツ。あ、白い T シャツか。白い時はどうだったか忘れちゃった。あとなんだっけ、Ain't Nobody Business If I Do を最後にやるやつだっけ。足で踏みやらして。それは、ブルースツアーの。うん。93年までやってないか。やってないかな。
だグロニンザブルースはあの時初登場したんですよ。うん、ああ。あとはね、地味編のやつ。あ、あれだ、ストーンフリーね。ストーンフリー。ストーンフリーやつだ。ただまあ、あの公演がブルースツアーの布石にはなったよね。前半ブルースだったし、グロニンザブルースもやったし、44はまでやってなかった。やってた。あったよね。うん、だってあれが、アルバートホール、あの年が全部ブルースの。93年の春。うん、春というか。あの、2月のやつ。あれはアルバートホールが最初から最後まで。そう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 。そう、日本は前半ブルース、後半ヒット曲だったけど。そうね。それでもう白いギターが欲しくてしょうがなくなってさ。しかもあれだ、フルラッカーで白い、ね、なんかリッチー・ヘイワードはね、ごめんなさい、またリッチー・ヘイワードの話なんですけど、ブルースツアーの初期の頃、94年、そこでも参加してる。え、そうなの、うん、でもあの、でも多分日本に来たのはだから93年の時だけ。うん、彼はずっと94年までいたけど、でもほら、あいつ入ってたじゃん。そう、あの、ほら、あの、怒られる人。アンディ・ニューマークでしょ。アンディ・ニューマーク、もう、あんな上手い人、なんでいじめんのよ、みたいな。あいつ、すぐ怒られちゃうんだよ。俺の目を見ろ。俺の目なんで、え、あの前ガチだよね。アンディ・ニューマークの前に、だから。そうなんだ。はい、へぇ、知らなかった。ね、勉強になりますね。アンディ・ニューマークいいじゃん。ウィリー・ウィークスとね、コンビですごい、ずっと素晴らしいセッションのドラマだったんだけど、やっぱクラプトンバンドのあれには合わなかったな。合わないな。俺、勉強不足なんだけど、アンディ・ニューマックってさ、ジャンルは何なの？え、ジャンル？ジャンル？リズム&ブルース。うん。あ、じゃあブルースなの？結構だ、黒人の人とかって、あのね、スティーブ・ウィンウッドの初め、ファーストソロアルバム、一番最初のソロアルバムはウィリー・ウィークスとアンディ・ニューマックみたいな、すごい売れっ子で、当時もあのウィリー・ウィークスといえばアンディ・ニューマック、アンディ・ニューマックといえばウィリー・ウィークスっていうあれで、70年代とかいろんなアルバムに参加して、そうなんだ、ブライアン・フェリーとかでもやったし、ね、まあ本当に。あ、でも有名なバンドなんだっけ？素晴らしい。アンディ・ニューマーク、スライ、スライじゃないよね。どこだっけ？アベレージ・ホワイト・バンドはスティーブ・デロンだよね。アンディ・ニューマークもなんかそういうさ、なんかちょっと有名なバンドいたけど。スライ。スライか、スライだ。合ってました。でも、この間のなんだっけ、なんとかティモニーもスライじゃなかったっけ？ああ、ティム、あれ？ソニー。あ、ソニーエモニー。ティモニーじゃなくてエモニーってもうボロボロなんだけど。彼もスライじゃなかったか。結構アチケツファンだね。スライ&ファミリーストーンって結構いろんな人がいたから。で、クラプトンもさ、あれよ、ジェルベット来た時の一曲やったよね。ファイヤーとかやつ。ああ、やったやった。スライの曲。やったね。うん、うん。あれ一回聞いてた。なんかジェフ・ベックと嬉しさにこんなってやつになったってね。そう、だからすごくね、ちょっと話がまた飛びますけど、ウィンウッドとやった時に、ウィンウッドが、その1枚目のソロアルバムの曲をやったんですよ。日本に、なんとかマニアック、なんだっけ、とにかくそれをやって、それ、ベースがウィリー・ウィークスだったから、その時に、すごい個人的には嬉しかった。その、ファーストアルバムに、レコーディングに参加したウィリー・ウィークスがライブで、ベースをやって、すごくね、いい曲なんですよ、それが。タイトル忘れてて。スティーブ・ウィンウッドの、そう。クラプトンとウィンウッドがやった時、あ、日替わりの曲に入ってたかな。あ、じゃない、リッキー・ローソン？ドラムが。なんかさ、クラプトンとさ、ウィンウッドがやった時ってドラムリッキー・ローソンじゃなかったっけ？違うか。
あリッキー・ローソン違うな。それはね、あれでしょ、イエローの人でしょ、それイエローじゃねえや、なんだっけ。なんだっけ、あ、イエロージャケットイエロージャケット。でも人だよね。ちょっと危ないね、会話が。ちょっとさ、ほわーっとした。リッキー・ローソンはね、ピルグリムツアーのニューヨークでやってたよ。やってたよね。うん。あのドラマ結構好き。うん。何でも好きじゃん。結構すごい、かなり適当な。